はい、こんにちは。はい、こんにちは。まあ、今日はちょっと初心者用のツッツキをちょっと、まあ、解説取りしていきたいと思います。まあ、こんな感じなんですけど、やっぱちょっと、初心者のツッツキを教えてて、一番多いのはラケットを台の上置いてる分、ちょっと長くなった時にこうちょっと詰まりやすいのがすごい気になってて、あんまりこのボールとの距離感取れてないんで、あんまり前についてツッツキっていうよりかはちょっと距離取ってあげて、で、まあ、前に来たら、前に短いボールだったらちょっと前に入ってあげる。そんなにまあラケットに動かさずに前に来たらもうこの位置はあんまり変えない体の位置で、ここはあんまり動かさずにこう合わせて、体を動かして、まあこれはもうそのうちできると思うんですけど、その台とのボールとの感覚とかがやっぱ難しいから、距離感が難しいから、だからここはある程度固めてあげて、ここに距離合わせてくださいという風な教え方を僕はします。で、まあそれがだんだんできてきたら、あとちょっと肘ちょっと前に伸ばして、ちょっとまあボール当たる瞬間にちょっとボールを回転加えてあげるっていうような突きの教え方を僕は意識してみます。そんな感じです。はい、大丈夫でした。まあ、フォアの突っつきなんですけど、結構グリップがバックグリップで、まあ、持っちゃったりとかするとやっぱり突っつきってすごいフォア突っつき難しいんで、なんでなるべくラケットを開くようにして、で斜め45度台に対して斜め45度ぐらいの角度が出るように、まずもうこのラケットの持ち方は全て突っつきフォア突っつき決まると思うんで、もうこれだともう打つ前から多分できない。で、まずこのグリップラケットの角度がしっかり出ることが大事。まあ、その点、サイバーシェイプって、これちょっと分かりやすいね。ほんとこの角度。ラケット持ってもらって、ここにこういう感じになる。だから最初のサイバーシェイプ使ってもらっていいかな。宣伝。そう。なんで、まあ、ちょっとグリップがこう、ちょっと後ろ向くように。こうならないように、でそのまま、まあ、この時も一緒で、あまり肘を動かすんじゃなくて、肘は固定したままこのイメージでツッツキやって、で、まあ、慣れてきたらちょっとずつ肘を動かして、ツッツキ覚えていったらいいと思います。はい、じゃあちょっとこういう感じですね。まあ、ちょっとなんか見た目硬くなっちゃってる感じはするけど、まあ、でもこれで打球の距離感だったりとか掴めれば、まあ、そこからは自由に子供たち自身やりやすい打ち方でやれたらいいかなと思います。はい、そんな感じです。ありがとうございました。